冥王星の衛星では、冥王星が持つ衛星について述べる。冥王星には2012年までに5つの衛星が発見された。2012年現在、小惑星番号を持つ天体で衛星を3個以上、持つものは冥王星ただ1個しか知られていない。冥王星と現在知られている5つの衛星。冥王星と衛星の創造図。衛星は当時知られていたもののみ。 1978年に、冥王星で最初の衛星のカロンが天文学者、ジェームズ・クリスティによって発見された。これによって、冥王星の明るさに、カロンの明るさも加算されていたため、カロンのせいで、従来考えられていたよりも冥王星が大きく、見積もられていたと分かった。2005年には、より小さい二つの衛星として、ニクスとヒドラが発見された。2011年には、 さらに小さな衛星の S-2011P1 が発見された。2012年には S-2011P1 と同程度の大きさの衛星 S-2012P1 が発見された。2013年7月に国際天文学連合は S-2011P1 にケルベロス S-2012P1 にスチュクスと命名すると発表した。 冥王星カロン系は太陽系内で知られている中で最大の連星系、すなわち共通重心が主天体の地表の外にある系で最大の事例として注目に値する。なお、より小規模な連星系の例としては小惑星パトロクロスが知られている。冥王星系に属する4つの天体の軌道、系の重心の周りを内側から冥王星カロン、ニクス。 ヒドラが好転している。2005年5月時点の図。P1 がヒドラ、P2 がニクスを指している。2005年5月15日に、ハップル宇宙望遠鏡を用いて、天文学者が撮影した画像から、新たに2つの衛星が発見され、仮フ号 S2005P1 と S2005P2 が与えられた。これら2つの新衛星に対して、 国際天文学連合は2006年6月21日に P2 ニオニクス、p 一オヒドラと公式に命名した。それぞれの英語表記のニックスとハイドラの頭文字である N と H は名王星探査機ニューホライゾンズの頭文字を取ったものである。これらの小さな衛星は名王星系の共通重心からの距離がカロンのおよそ2倍から3倍の軌道を公転している。 これらはカロンと同じ平面上をほぼ深淵に近い軌道で巡行しており、平均運動はカロンとそれぞれ4、1、6、1の軌道共鳴に非常に近い状態にある。2006年現在、ニクスとヒドラのそれぞれの特徴を確認するための観測が進行中である。ヒドラはニクスより明るい時があり、より大きいか表面の場所によって、 明るさが違うかのどちらかだと推測されている。大きさはアルベドから概算されている。これらの衛星はスペクトルがカロンと似ていることから、アルベドもカロンと同じように約35%だと考えられている。この結果として、ニクスの直径は 46km、より明るいヒドラは 61km だと推定されている。これらの衛星の直径の上限は、 アルベドを最も暗い太陽系外縁天体と同じ4%と仮定した場合の見積もりであり、その場合の大きさの範囲は、それぞれ137プラスマイナス 11km と167プラスマイナス 10km と計算される。この幅の最大値でも、質量はカロンの0.3%、冥王星の0.03%に過ぎないと推定される。 小さな天体が衝突すると破片が生じ、それらが環を形成することがある。冥王星に2つの小さな衛星が発見されたことで、冥王星は過去に不安定な環を持っていた可能性も出てきた。しかし現在は、ハップル宇宙望遠鏡の装填観測要項、性能カメラによる可視光域の詳細なデータから、冥王星に環はないと考えられる。 もし缶が存在するとすれば、木製の艦のような薄いものか、幅が 1000km 以下に限られている、細いものだろう。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、冥王星とカロン冥王星の衛星の分布は、観測されている基地の他の衛星系と比較すると、非常に変わっている。冥王星を衛星が公転する場合、安定的に重力の影響が及ぶ領域である、 ヒロキューの半径600万キロメートルのうち53%の範囲の軌道までは好転することができる。ヒロキューとは簡単に説明するとある天体の周囲を別の天体が安定的に好転できる可能性を有する範囲を表すためにある天体の周囲に描かれる仮想の玉のことである。例えば海王星の衛星のプサマテはヒロキューの半径のントの軌道を 好転している。しかし、冥王星の場合は、ヒルキューの内内側の3%の領域にしか衛星が知られていない。発見者の言葉では、冥王星系は非常にコンパクトで、ほとんど空っぽのように見えるのである。冥王星系を撮影したハップルの観測から、さらに衛星が存在するとした場合の上限が与えられた。冥王星による光に隠れてしまう。 冥王星から5秒角以内の部分より遠い部分には90%の確かさで1 2トルより大きい、さらなる衛星は存在しない。これはカロンと同じアルベド0.38を仮定している。確かさの度合いを50%とすれば上限は8トルと見積もられている。ハップル宇宙望遠鏡は2011年7月20日、ニクスとヒドラの軌道の中間付近に 直径が13から 34km の衛星 S-2011P1 を発見。さらに2012年7月11日、直径が10から 25km の衛星 S-2012P1 を発見した。2013年7月2日、国際天文学連合により S-2011P1 にはケルベロス S-2012P1 には スチュクスの名前が付けられた。カロンとその他の衛星は軌道共鳴をしている可能性がある。カロン、スチュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラの順に光転周期が大体いい1、3、4、5、6である。すなわち、カロンと1、2、もしくは1、7の軌道に新たな衛星が存在している可能性がある。カロンの軌道面を例とした場合、 ネームズフォーニュー、プルートムーンズアッコセプテッドバイザ、IAU アフターパブリックボート、IAU、http コロン、スラッシュスラッシュ www.io.org スラッシュパブリック、プレス、ニュース、ディテール、EO1303、2013年7月3日閲覧。火星のクレーター命名権を販売、国際天文学連合が抗議。 アフプブニュース、2018年3月20日閲覧。S、2005P1&S、2005P2。200 IAU サーキュラーナンバー8625、2006年9月14日、閲覧。ハップルカンファームズニュームーンズオブプルート。ハップルスペーステレスコープ、2006年9月14日、閲覧。HA ウィーバー、SA スターン、MJ マッチラー。 AJ ステファル、MWVA, WJ マーライン、JR スペンサー、E カイ、y o u L.A. ヤング、ディスカバリーオブツーニューサテライツオブプルート、ネイ o ャー 439, 943-945フィナールプリープリントオンアーカイブハットステファル、アンドリュー J.S. アランスターン、ファーストカンストレインズ、オンリングスインザプルートシステム、アストロ p H、 0608036http://arxiv.org/s/astr o-pa1/s0608036saSturn, H.A.Weaver, A.J.Stephal, M.J.Matchiller, W.J.Marline, M.W.V.A., E.K.Young, L.A.Young, J.R.Spencer, Collector Sticks and Origin of the クアドラプルシステムアットプルート、ネイジャー439、946、948フィナールプリープリントオンアーカイブハット AJ、ステファル MJ マッチラー、HA ウィーバー、SA スターン、DD ドゥダ、D テレル、WJ マーライン、LA ヤング、E カイヤング、MWVA、JR スペンサー、ニューカンストレインズ、オンアディショナルサテライツオブザプルートシステム。ザ。 アストロノミカルジャーナル132、614から619、ロ論という読みは、厳密には語訳で、チャロンという綴りのこの星は、現実の衛星同様冥府の川の渡し森の、カロンの方が、語源、ギリシャローが神話ネタで、ロ論というと、普通は、ケンタウルス族のロ論を指す。ディス以外は、同シリーズの、暗黒星大接近に登場。ディスは、短編。 鉄の神経を許しを、に登場。ありがとうございます。